愛東大学男子ラクロス部の皆さん、こんにちは。ソーヤンゲームズでした。しゃー、でもちょっとね、今耳ずれたね。はい、ということで本日も100マイトルぐらい頑張ってきております。ここをよろしくお願いします。さあ、どうもネオクツパシティですね。さあ、ここでは確実1位を取っていきたい。確実に問答無用で1位を取っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、最近皆さんが高評価をしていただいているおかげで、ものすごく、動画も非常に好調でして、本当に皆さんに感謝感激、本当にね、毎回急上昇を乗らせていただいて、本当に皆さんの力に改めて感謝。本当に早くスイッチをプレートしたい、その一心で皆さんが押せば押すほど僕も幸せになり、みんなもハッピーになる。ということで、皆さんぜひとも忘れず高評価、グッズのボタンを教えてください。本当に皆さんの努力が実を結ぶ。マジで許され、潰しといて、邪魔虫は潰しといて。さあ、メダル1枚取って、とりあえず次で、クラ持ってない、あれクラ持ってるよね、あれ危ないね、ほらね、はいはい、ちゃんとブレーキ踏んどいて正解でしたね。さあ、ちょっとこれ荒れそうです、荒れそう荒れそう、マジ荒れそう。さあ、風もらったが、こう爆殺警戒。うわ、アイテム1個割れないか、まだ持ってるね。いやー、危ない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 、はい、誰か吸ってくれてる。さあ今いい感じ、6位まで上がってきた。さあ、これ爆殺警戒ゾーン、爆殺警戒エリア、爆殺幼虫エリアをここかいくぐって、パパ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 パ、さあ当たってくれてる、オッケー、俺当たってない。さあ、5位まで来た。1位がマリオ、それやめて、ブーメラン気をつけて、ブーメラン気をつけて、吸わせてアイテム行こうって、オッケー、清さん強い、後ろ投げて、後ろ投げて、いや前だよね、リカバリー切ろう、アイテム行こうって、うー、清さん俺じゃないよね、なんとそのトゲはリカバリー切ろう、まだあるよ、集中してるよ、そのブレーキやばくね、どこにいる、このキロも2つで最後どこまで魚触れるかの話になってくる。アイテム行こうって、なんかうわーっと、はい、6位耐えよう、6位耐えよう、オッケー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 、セーフ。ありすぎ、マジで無理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 、なんとか6位耐えたんで、ギリギリセーフなんで、第2レース行きましょう。しゃはい、ということで、第2レースはスイーツキャニオン。はい、出だしから非常に中途半端な順位でスタートしてしまったんですけれども、一応上位では、あります。6位以上ではあるんで、まあ、なんとかね、ここ、望みは繋いだ、うん、スタート、佐々木望みって感じなんで、本当にこの先も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、行きましょう。さあ、まずはアイテム取りたい。取れた。それは素晴らしい。さあ、結合技も早くしとこう。早くしといて、ちょっと後ろに、威嚇していく意味でも、はい、したんですけど、早速吸われて、高速緑が怖い。高速緑が怖いが、さあ、なんとか、風起こせ。あっぶね。怖っ。やばすぎ。なんで、ま、おかしいじゃん。おかしい。初速でさ、そうやってさ、なんか本当にこのゲームで、ね、なんだろう。全キャラに平等じゃない。不平等なゲーム。めっちゃ不平等なゲーム。メダル取れ、メダル2枚取って。うわー、キノコ来ないか。中コラやばいな、それ。あ、こいつ縛いといて。はい、縛いといて。うわっと危ない。どうせこれ前行く、前行くわ、頑張って前行くわ。トゲいってる、いいね。さあ、こうなると美味しいんですよね。さあ、こ高速緑スタイルかますよ。高速緑スタイル、これ詰めろ、 OK、 食って、うわっと間違えた、ダブル取って、ただ待って、これキラーよけて、キラー OK、 キロさ強いよ、1個使うか、緑コラ危ない、何に当たったのかわからない、本当に。ちょっと待って、非常に。ねえ、待って。ねえ、その避難は聞いてないじゃん。ちょっと待って、本当にまずい。これで、絶対投げてくるから。あっぶね。これ停止するわ。勇気を停止。うわっと、3台引いた。よしよし。よしよし。この次のアイテム交換で、アイテム交換よ。アイテム交換でどうにでもなる。どうにでもなる。どうにでもなる。最後どうにでもなる。最後大逆転の予感がする。ドン！オッケー！よし！よしよし！よし！行こう行こう行こう！行こう行こう行こう！を使って、これ急いで行かなきゃいけない。急いで行かなきゃいけない。急いで行かなきゃいけない時は急いで行かなきゃいけない。アイテム行こうって、キノコ1個使ってガッツリ巻いて、キノコ1個使ってボム置いといて、こう、後ろ全員爆発させて、はいはいはい！はい！うっ！うっ！よっ！今4位だったよね！今4位だったよね！
微妙 6-5 くっそ微妙なスタート。第3レースいきましょう。はい、ということで第3レースはリンリンメトロということで、さあ6-5と来ております。はい、一応順位は上がってきてるんで、さあ打開コースリンリンメトロ、ここで1位取りたいね。ここ確定室みんなが待っている。スタート、さあ行きましょう。俺はもう初手から止まる。初手からもう勇気の停止をしていく。お前行っても何のメリットもないんで、さあメダル1枚取って、さあここも、1枚取っていいね。さあここも1枚取っとこう。でここも1枚取って、ここ全部交換して OK、 スター引いた。 OKOKOK。 でもこれね、あんま早く上がりすぎるとね、結局何のメリットもないから、俺的にはね、ちょっと全然メダル取れない、全然メダル取れない。OK、 このメダル1枚取って、まだまだいかなくていい。これでいくか。これスター使っといて、うわー、いらな、ゴミ、ゴミすぎて草。これ投げといて、いった、うざ、パパパパ、うわーっと、バカ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 すぎる。待って、最悪、ちょっと待って、うーん、最悪最悪最悪、落ち着け。さあ落ち着くんだ。ここでお前はお今までのお前だったら、ここで落ち着けないけど、今のお前なら落ち着けるはず。使うわ。次アイテム交換、これできるか。できるはず、できるはず、できるはず、間違いなくできるはず。できるね、オッケーオッケー、できるわ。これ使っといて、これ紙は振るっしょ。アイテム行こうって、キロコ、ナイスナイス、キロロック。紙は振ったらめっちゃ強い、紙は振ったらめちゃめちゃ強いよ。それ無理じゃん、それ無理なんだよね、それマジ無理なんだよ。ただまだこのゲームね、こっから面白いんだよ。このゲームが本当は面白いのはこっからで、待ってよ。ねえ、どっから緑来てんだよバカ。ちょっと絶対取れよ。で俺インさして、俺まだ諦めてないから。ねえマジ本当にありえない。スター使ってカメラ来いよ。ねえ待って、本当に待って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 、全員待って、全員待ってよ。ねえ本当にそれは、また泣いたわ。マジキモい、全部もう手塚ゾーンなんだよね、静江が全てを吸い付ける、全部が俺に飛んできた。エゴコースタート、本当にキショイキショイよ、お前ら、お前らマジキショイ。沢井に勝つって名前出して、完全カモフラージュできてると思ったら逆効果だ、マジ完全に。このキノコ使って前行っちゃうよ。もう一回風ちょうだい。なんでそんなね、赤を投げろ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 、あいつ投げろ、今投げたら当たるぞ、今投げたら当たるぞ、投げろって、投げろよ、ジャンピングショー投げろ、ナイス、素晴らしい、大好き。さあ OK、 OK、 防御して、さあ前赤コラだね。 OK、 指でいった。 OK、 吸わせてジャンピングショー決めて、いいよ、うまいな、あいつあいつうまいな、ジャンピングショー。でも俺もうまい、俺もちょっと待って、これ爆殺警戒、アイテム行こうって、危ない危ない、木の位置、木の位置でどこまで対抗できるか。ねえマジでそれきしょい、意味がわからない、その当たり方。さあスプラットに来たね、うわーやだなこれ、アップでクラ鳴らしたら見て見えてたんだよ、ダブライト取ってまだあるよ、もうすぐトゲいく、もうすぐトゲいく、吸わせてスーパー食べて内側から通って、まだ全然 OK、 なんでスルーしてんだよ、ほらバカやれ、これ全然1位射程いけんだよ、これ絶対食らない、これは絶対食らない、これ総力で抜く、総力抜いてトゲ待ち、トゲ待ちしか勝たないでしょこれ。であとここでテイクで追いついて、はいはい、サワちゃんどうですかこれ、こっち行くと見せる、こっちどう、あいつ何取れてるか、うわ、月のも持ってやがる、はい、月のも持ってやがる、あれバナナ俺食わしたよね、あいつに、あいつ天才、あいつ完全にバナナ食らってないし、やってるしゃー、天才すぎた、天才すぎる、1位総力、総力の自然を思います。第5レースいきましょう、しゃー、
はい、ということで第5レースはマリオカートステリウムということで6511、まあ粘ったんじゃないさ、組も変わりまして、ここでね、どれだけ実績を残せるか、ここは鍵を握ります。スタートさ、後半は全部1位取っていきたいな、全部1位。ちょっと神高い見せたいな、ここは神高い見せたい。さあ1回まずは待って、うわ、打開勢多い気がするな、これ打開勢多い気がするってことは嫌な予感がする。うん、打開勢が多いとちょっといろいろめんどくさくなる。さあメダルちゃんと全部取って素晴らしいんじゃない。もうスター使ってんの、なんで、あぶな、あぶな、怖っ。悪徳業者、オッケー、スター引いた、これいいね、これもで危ない危ない、それね、なんで一緒に投げるの、前投げろよ、だる、スター使っちゃう、強いね、もう使っちゃう、使っちゃう、使っちゃう、これもで雷振ったら神、雷振ったら神、オッケー、トゲも避けて、キノコちょっとリカバリー使って、どう、その緑やばい、ねえ、その緑今ブレーキ踏んでたじゃん、あぶね、ちょ、これ9で割りたい、9で割りたい、9で割りたい、9で割って、オッケー、9で割って、でもこれ相手も弱いです、弱いよね、だよね、この距離弱いよね、この距離は弱いよ、その緑当たったらもう本当に切れる、さすがに1個使って、キノコ1個使ってショート化して、オッケー、キノコさん、あるある、まだまだ全然ある、いいよ、前やれ前やれ、キノコ使ってアイテム1個追って、4位まで来たよ、キノコ1個使って前出ちゃって、2位まで来た、1個使って前出て、もうガッツリいく、アイテム割って、いや、さえ、え、誰お前、お前誰、お前どっから現れたんだよバカ。相手は第6レースはジミーマリオタギトイよ。はい、今のコース名を解読できる人は初見さんでは絶対いないはず。ジミーマリオタギトイよ、いこうこう、絶対ない、打開できます、安定の打開ムーブ、あ、あいつられたな、つられたな、今つられるとメダル失うんで本当に気をつけなきゃいけません。さあまずスターを引いた、メダル1枚取って、これも交換しちゃおう、キノさん出るっしょ、どうせキノさん出るんで、キノさん出た、その停止は何、大丈夫だね、大丈夫そうだね、大丈夫そう、俺じゃないね、俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない、ダブルゴーが正気急に割れ、はい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 、いいよ、いいんじゃないのこれ、あとはどこで雷降るかを読むゲームになってくるんだけど、次のアイテムまで行きたかったのに、なんでそうなるの、アイテムあってスター、あー引けないか、そのキラー当たったら本当に全部が終わる、この世のものが全てが終わる、これもう一回キー割れするっていう選択肢ないかな、ダブルってオッケー、あーいいね、これいいんじゃない、これいいと思うよ、これいいと思ってるの俺だけ、これいいと思ってるの俺だけ、もしかしてこれちょっとキノコ1個使って、キノさんパクれ、なんでそんないらないのパクってくるんだよバカ、ダブル割ってキノコ強くないか、うわっうわっ、3位、強かった、最後のキノコ4つはカピバラさん、兵がいる、53って悪くないよ、悪くはないよ、いいよ、後半3-3ときて、あと1-1で終わろう、1-1で締めよう、3-3-1-1で、ここ確定数もう一発欲しいね、スタート、さあハイラルサーキス、俺が最近ちょっとね、あのミスクがね不調気味なんだよね、そこだけちょっと気になってる、正直出ちゃう前に強気の姿勢でいこう、カピバラさんがねマジ早えんだわ、カピバラさんなんかバナ吸っちゃってるな、あれスッチーナしてるで、さあカピバラさんにダブル取られるからシングル取って鉄防御しよう、さああとはカピバラさんの、うん、トゲを待って、トゲ待ち戦法で
立ち回る。やることはそれだけ。ピョって飛んで、オッケー、終わるくらいにすく。終わるくらいにすく。カピバラがマジで速い。異次元に速い。さあ、UMT 貯めて。ねえ、それ俺から飛んなくてよくないか。待って、ブレーキいらない。アイテム行こうって。キノコやばいぞ、それ。さあ、UMT 解放して、早めに前行っちゃう。早めに前行っちゃう。ねえ、悪いじゃん、やめて、前出ないで。ねえ、もうだからそうなるじゃん、お前が押すからブス。これ赤さんとかほんと綺麗よ。トゲいってる、当たりたくないよ。当たってない。よしよし、全然ある全然ある。キノコ1個使って、オッケー、ちょっと加速してもらって。カピバラ、あいつさ回避してるよね、あの感じ。あの感じはカピバラ回避してるわ。ジャンピングして決めて、うわ、ブーメランはやばすぎ。絶対爆殺してくるですよね。オッケー、ちゃんと避けてる、ちゃんと避けてるよ。で次前に上げてくるですよね。爆殺しといて、キノコ使って、いや粘れ。あぶねえ、トゲ今のあったら本当に終わってた。このキノコは命よりも大事ってきたかった。ガッツリしまく。お前ら待て、お前ら本当にふざけるな、ふざけるな、お前ら。よいしょ、伸びろ、うおおい、カピバラを捕まえろ。逃がすな、カピバラを。もうカピバラが早いんだわ。へえ、じゃねえんだよマジで。はい、てことで皆さん、最終レースは四つ市サーキットストーへ。全般的には非常に悪くない走りできてる。一応ほぼ全部上位は取れてるから、最後も、最後は1位で終わろう。うん。ここ1位で終わったらチャンネル登録をスタートよろしくお願いします。高評価だけじゃなく、高評価もみんなすでに押してると思うんだけど、ぜひとも、100万人に向けてチャンネル登録を押していただけると嬉しいです。さあ、頑張ります。すごい打開の数。1人しか走ってない前。ってことはね、これね、意外とね、こういう時って意外と前が強かったりする時が多い。緑の。なんで当たるの、それが。絶対爆殺してくる。ダブルって、オッケー、スター引いた。このス、俺だね。はい、スター使ってくれ、大丈夫。すぐ赤さんとかわけあかんにも投げてくるから、やれやれ、いいぞ。ちょっと待って、もうちょっと待って。ここら辺だね。ですよね、完璧な大決まり。うわー、振るの早いね、早いね、振るの。もうちょっと待ってもいいかなと思ってたんだけど。とりあえずメダル取って、もうキラー持ってるゴミ虫がいる。最悪だなこれ。オッケー、アイテム2つあっていいよ。オッケー、ちゃんと間に合ってる、いいよ。キラー気をつけて、ここで割ろう。でこれも突っ込もう。突っ込んでスター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 。ねえ、スターだよ、そこは。そこはスターじゃん。パツくんやばすぎ、まあ、そうなるよね。これいくわ。これ1位を取るムーブじゃなくて上位を取るムーブでいく。いや、これもう一回髪は振りそう。そうなった場合終わるから、ここで一回勇気を停止、勇気の停止をして、アイテム1個割って2個割って、割って、よし来た、よし来た、よしよし、これを待っていた。でトゲもいってる。俺だけ回避してんじゃねえ、これマジで。これマジであるよ、これマジであるから。ちなみにマジである。ぴょっ、うわー、バカバカバカ、そのミス痛い。アゴロ投げて、あいつバカ、オッケー、なんかや、なんかやってバカ、うわーバカだ、うわった、うわー。はい、でも第38回ヤクマトゲラーアダクションポイント73点。ちょっと伸びきらなかった。順位も1回取ってしまったから本当に申し訳ないんだけども、まあ相対的に悪くなかったじゃん。最後1位取りたかったけど、そこも伸びきれなかった。本当によく伸びきれなかった。100万円土下座になってしまいました。昨日やっぱり悪い日使ったのは良くなかったね。やはり静江で継続して戦っていくことによって確かなる実力を身につけ、静江で勝てるなるまでやっぱりやるべきだなと反省しました。はい、ということで、この度第38回100万円投げ杯、当選者の発表についてあります。100万円含
賞、副副賞含め、6レース、7レース、8レース的中させた方、この度第38回100万届ける杯で現れまあ死と思わせて戦でしたと。最近ちょっと現れないね、最近ちょっと現れないんだけども、まあ、全体で走りは悪くないんだけど、ちょっとみんなの、予想がうまく噛み合ってない、そういったところかな。なんか うまいこと当たってる、ちらほら当たってるんだけど、どうしても副賞まではいかない、非常に悔やまれる結果になりましたので、これ皆さんぜひまた、次回の応募のほどよろしくお願いします。 Twitter のリツイート、これしてない人が半分ぐらいいます。仮に当たったとしても無効になります、気をつけてくださいね。 Twitter のリツイート、そして応募フォームからのフォーム、この2つが揃って初めて丸になるんで、リツイートの人半分ぐらいいらっしゃいます。本当にもったいないんで、皆さんぜひともリツイートのほどよろしくお願いします。ということで結果発表、第1位本気のアツプル96点おめでとうございます。優勝素晴らしいですね。はい、かなり荒れた、100万ぐらいで見事優勝を勝ち取りました。おめでとうございます。第2位お団子さん93ポイントでございます。第3位フュージョンはい、92ポイントございます。第3位 KHL 黒星つば太郎さん92ポイントございます。第3位渡辺さん92ポイントございます。第6位、ジャミッツって誰、91ポイントございます。第6位 TY 星クリーンさん91ポイントございます。第8位メッツマジで弱い、90ポイントございます。メッツさん追われてます、おめでとうございます。はい、第8位ケンティさん90ポイントございます。第11位ネメシス89ポイントございます。第11位3の4大和みなみ、はい、88ポイントございます。第12位組長クロチ、はい、87ポイントございます。第13位ガンポン86ポイントございます。第14位こぼし85ポイントございます。第14位FMY F さん85ポイントございます。第14位大日さん85ポイントございます。第14位トドグラーさん85ポイントございます。第10位中村村くはい、85ポイントございます。第19位メギさん84ポイント。第20位犬井トコさん83ポイントございます。ということで、大荒れの第38回100万届けない、また皆さんぜひ次回もご参加のよろしくお願いします。まもなくね、この大会も参加者を1000人を超える非常に、歴史のある大会になりつつあるので、皆さんぜひともご参加のほどよろしくお願いいたします。ということで皆さんまたね、22時のゲーム実況動画でお会いしましょう。グッズとボタン忘れずによろしくお願いいたします。スイッチがかかっております。しゃじゃなくて、また22時のゲーム実況動画でお会いしましょう。ブワーイ。